はい、矢崎電機です。今回は仕事をしながら第二種電気工事士を取ろう技能編ということでね、やっていこうと思います。まあ、この動画を投稿するときは、筆記試験のちょっと前ぐらいか終わったとかちょっとわかんないんですけど、筆記試験がね、5月30日ということで、あります。で、それが終わってからですね、1ヶ月で、技能試験ですね、ということなので、まあ、少しね、技能試験の方もやっておいた方がいいかなと思って、まあ、筆記試験の、対策として、今まで流れでやってたんですけど、まあ、先にですね、この技能試験の方ですね、はい、こちらの方を少し、やっていこうかなと思いますので、よろしければね、お付き合いください。一応ね、また予定としては、YouTube の方と、また Vimeo の方でね、両軸でやっていこうと思います。YouTube の方はね、サクッとやって、なるべくね、短い時間でね、終わらせて、Vimeo の方で、詳しくね、解説していこうかなと思います。はい。で、こんなね、親父の言っていることが少しでもね、役に立ったと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは、行ってみましょう。では、令和3年度の、第2種のね、技能試験の候補問題の公表ってことで、1から13番ですね。まあ、ちょっと僕が、驚いたのはね、公表問題って言ってね、問題が出されてるんですよね。こういうふうに1から13までね。はい。で、これダウンロードできるんで、電気技術者試験センターからね、ダウンロードできますので、まあ、これをダウンロードしてね、はい、問題を解いていけば、もうこの中から出題しますなんて言っているんで、はい、いや、びっくりですね。僕らの時はもうこんなことなかったですけどね。年に1回で、しかも問題なんて絶対出されなかったからちょっとびっくりはしてるんですけど、まあ、逆に言うと、だからこれやっとけば問題ないってことでいいんですよね、多分。すいません、僕受けたの10年以上前なんでちょっとわかんないんですけど、15年ぐらい前か。で、いいってことだと思うんで、だからこの13問の、これを単線図から複線図にね、変える練習をして、あとは、まあ、本当に技能試験をね、がっつりやっていけば、問題ないかななんて思います。はい。ということで、去年ですかね、過去問題ダウンロードしたんですけど、それがね、ナンバー1番。これなんですけどね、ナンバー1番っていうのが、はい、これと同じ問題がね出てましたので、まあ、とりあえず、まあ、今回初になりますので、このナンバー1番をね YouTube の方でこれ作ってみようかなと思います。はい。なので説明しながらはちょっとしないかもしれないんですけど、まあ、とりあえず今回、1回目ということでね、流れを見てもらえばいいかななんて思います。まあ、それほどそんなうまい流れでできるかって言ったらちょっと自信ないですけど、なんかすごいな、10年15年ぶりだから懐かしいですね、こういうのもね。それでは取っていこうと思いますね。ではね、やっていこうと思います。材料ですね、はい、こんな感じで材料出てますので、材料をね揃えていこうと思います。まず、VVF ですね。エコケーブルか。はい。持ち合わせがないので、これで、普通の F ケーブルでね、剥いていこうと思います。はい。まあ、そんなに変わらないですけどね。まあ、ちょっとポリエチレンのところが、硬いなって感じはするので、まあ、その辺だけだと思いますので、まあ、多分今、試験受ける方なんかはね、ストリッパーを使うと思います。まあ、こんなような、多分こういうようなね、電工ナイフは使わないかななんて思うんですけど、はい。まあ、とりあえず VVF ですね、250、2の2が1本と、F の2の3が350が1本と、16の2芯、900ですね、これが2本あります。はい。ケーブルはこのぐらいですね。はい。ケーブルはこんなもんです。で、次に、レセップ。ランプ、レセプタクルが一つと、引っ掛けシーリングですね。はい。これが一つ。はい。これレセップ。で、
タンブラースイッチ、B スイッチ、これ2つっすね、2個、はい、で、音ピカ、あ、音ピカって今回ですね、ちょっとこれ多分ホタルスイッチなんですけど、位置表示内蔵型って書いてあるんですけど、ちょっと今持ち合わせなくてね、材料屋さんにお願いして届けてもらってるんですけど、この撮影に間に合わないので、ちょっと音ピカつってね、まあ、パイロットランプなんですけど、まあ、接続はね、同じ接続になりますので、とりあえずこれ代用品としてね、使わさせていただきます。動きとしてはね、まあ、音ピカなんで、スイッチオンにしたらこれ光るってやつなんですけど、まあ、こっちのやつだとね、ホタルだったら消した時に光るっていう、逆の動きですね。はい。ちょっと代用品で使わせてください。で、埋め込み連用取り付け枠。はい。これですね。取り付け枠が1枚。で、リングスリーブが予備を含んで8個。で、まあ、とりあえず8個。8個入れておいて。で、コネクタ、差し込みコネクタが2、日本用が2個の3本用が1個ですね。はい。こんな感じでやっていこうと思います。あと、道具ですね。まあ、僕使ってるのは、仕事で使ってるやつ。まあ、このガチャガチャ、ケーブルスリッパー。まあ、これ使う人は、試験会場だとちょっとわかんないんですけど、これ僕がね、受けた、その、ま、10年以上前のね、話になるんですけど、その当時はですね、ストリッパーを使っていい、のか悪いのかっていう、こう、境目の時期で、わかんなかったんで、僕はこの電工ナイフでね、全部試験受けたんですけど、もう用意スタートってなった瞬間、学生なんかはみんなこれ使ってましたね。だみんなこのガチャガチャのこの音、もうこれで会場がもうすごいこの音でね、もう埋め尽くされたような感じだったんですけど、ちょうどこの音がプレッシャーになりましたね、その当時ね。はい、そんな思い出がありますね。はい、すいません、ちょっとまた話が逸れちゃってる。で、ドライバーがこれ2本プラマイで、まあ、カッターは使わない。ペンチですね、ペンチ、アペン、圧着ペンチ、まあ、僕これショート型のやつ使います。はい、そんなとこかな。まあ、あと鉛筆があってスケールがあるぐらいですかね。はい、それでやっていこうと思います。で、時計は、多分試験会場にね、時計はついてると思います。それではね、早速やっていこうと思います。はい。で、ストップウォッチをね、用意しました。40分ですね。はい。で、やっていこうと思います。それでは、スタート、かな。これ動かすと見えなくなっちゃうかな。まあ、いいか。はい。配線および器具の配置は図に従って行うこと。ローの端末は15人です。はい。電源から電源から電源から電源します。はい。電源から電源から電源から電源します。はい。電源から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 電源喋りながらなかなかできるかわかんないですけど、無言になっちゃったらごめんなさい。はい。ですね、まず書いていくか。250。この辺なんかね、皆さんも練習されてると思うんでね、なんだ、あ、これへその方が黒ですね。これ間違えないようにして、はい、練習されてると思うんで、特にね、まあ僕がどうこう言う感じでもないと思うんですけどね。
はい、あ、やべちょっと焦ってきちゃった。ペン箱と使わせてくれると最高なんですけどね。使っちゃいけないのかな、試験って。ほんとペン箱と使えりゃなんてことはないんだけどな、こういうの。で、現場でやっている人はそう思うかもしれんすね。で、これね、なんか思いっきりこうガンガチャガチャやると、なんかこれ割っちゃったらあの欠陥になっちゃうんでね、それ気をつけた方がいいと思います。まあ本当は全部これあの剥いちゃってあのやる、やっちゃってもいいんですけどね。ただ、まあ、僕の場合あのどこまでやったかね忘れちゃうんでなのでね、一個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 こうやって潰していってます。はい、だ練習されてる方なんかは自分のねあのルーティーンを見つけてやればね問題ないかななんて思います。これ非設置側、これ間違わないようにねしてください。でグッてこうで、これもなんかこっち見 IV がねこっちまで見えちゃったらあの欠陥になっちゃうらしいんでね、はい、気をつけましょう。で上までやったんで、あとスイッチの352本ですね。350何本、ちょっとこのケーブルよれてるな。あ、間違えた。やべ、何気にちょっとあれだな、焦るな。まあ確かにね、試験ってなるとね、やっぱ焦りますよね、本当に。15。わかる、やっぱり。ただなるべくね、まあ、実技なんかは本当に、なんだろう、手になじませるってことはなかなかもう難しいんで、あれなんですよね。やっぱ数こなすしかないのかななんて思っちゃうけど。そうですね、本当に。ただね、まあ、実技はね、受かると思うんで、はい、ちゃんとやっとけば。あ、最後この IV ですね。これ僕思ったんですけど、ほとんど使い切ってなくなっちゃうんですね。やっぱり。そうだったっけな、なんか忘れちゃいましたよ。で、非設置はね、黒だけ使うってことだったんで、はい、黒だけね、使用していきます。はい。じゃあ、スイッチ組み立てますか。で、はい、ホタル。まあ、ちょっと今、音ピカになっちゃったけど、ホタル、タンブラ、タンブラってこう、いう順番ですね。で、これをね、レセプにしろってことだったんで、はい、やっていきます。これ、東芝なんですけど、この音ピカってね。でも、これ合うんですよね。あの、パナの、この取り付け枠に。あ、ちなみに、この今使ってる、このタンブラスイッチは、あのパナのね、あのフルカラーシリーズって昔からね、使われているものです。今はね、もう本当にフルカラーは事務所でまあ使う人もいれば、どうでしょうね。いろいろ
あ、切れた。やっぱり。うわ、こんな時に電池がない。やばい、電池がないよ。マジっすか。やべえ、タイムロスだこれ。まずいまずい。すいません、今パニックっちゃった。あれ撮れてるかな。あ、撮れてるか。今度で上で撮ってる電池がなくなっちゃいました。今14分15分になっちゃう。あー、今ちょっとロスっちゃったな。はい、じゃあ続けます、そのまま。なんだっけ。あ、ここまで来たか。そうすると、回路が一つなんで、このままね。いやー、失敗した。まさかの、まさかのだな。本当に参ったね。こういうハプニングが起こるとね、まあ試験の時はこんなハプニングは起こらないんで安心してください。はい、なんか僕は そっちの方がめちゃめちゃ焦っちゃいましたけど、はい、深側の方からやっていきます。はい、まあ、こんな感じでね。どうだ、こう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 、ん、これが16、こうなので、はい、あとはもうジョイントするだけです。はい、他のね、ロってなんだっけ、ロが黒黒でいいか、黒黒黒、黒でいいか。はい、他のですね、動画で、配線シリーズとか、ジョイントシリーズとかって言ってね、僕動画上げたりしているので、まあ、そっちの方もね、もし参考になるかなと思うんですけど、はい、興味がありましたら、そっちの方もね、ぜひ見てください。はい、で、このワゴのね、欠陥なんかもね、よく注意してください。はい、ちょっと今は説明しないですけど、はい、あ、で、ワゴの使い方なんかも、動画で出してます、過去動画でね。はい、それも見ていただくと、まあ、参考になるんじゃないかななんて思いますけどね。はい、で、まずこっちのいいですね、引っ掛けがいいなんで、白と、まあ、これ親ですね、こっち親なんで白白でいいですね。で、これは圧着していきます。あとはロがね、黒にいってるんで、はい、まあ、全部黒黒で統一していきます。で、はい、OK ですね。
はい、はい、一応これで完成です。ちょっとねトラブルがねあって、あの電池がねなくなっちゃって、交換したりしててバタバタしてすいませんでした。はい、一応まあ21分49秒みたいな感じで、まあ時間はで、まあね、まあトラブルなければ20分ぐらいですね。20分以内では多分普通にやれば収まるとは思います。はい、で答え合わせしたいんですけど、間違ってないから問題ないんですけど、そうですね、まず使用書で入ってきて、使用で送って、使用書で番組に送って、この黒が、非接に入って送って、いいか、はい、なんだ、きっかけ、で、ロハ、ロハが、ロハ黒なんで、黒がこういって、そうですね、で、はから、使用で後で、こっち入ってます。問題ないですね。OK です。はい。はい、それではですね、今回はね、これで終了したいと思います。はい。で、ですね、今回はですね、技能試験ということで、公表問題の一番をね、作ってみました。はい。で、まぁ、YouTube の方だとこれで終了します。あと、Vimeo の方でもっとね、細かく、どんなところにね、注意していけばいいのかとかね。まぁ、これ今作ったんですけど、この作ったやつの、試験方法みたいなね、まぁ、関係ないんですけど、実際はね、作っちゃえば終わりなんですけど、まあ、それをね、どうやって試験していくかっていうのもね、少し、面白いので、それの辺もね、見せていこうかなと思います。はい。まあ、特に説明するのは、欠陥って言われているところですね。はい。平成17年度から、欠陥でね、一発でね、不合格になるっていう、こと言われてますよね。今回作ったものの中のね、欠陥はどんなところにね、注意していけばいいのかっていうところをね、Vimeoの方でね、説明していこうと思います。はい。で、あとですね、まあ、今回使ったこの1番、公表問題のこの1番ですね、はい、こちらのですね、材料を僕の方でネットショップを作ってあるんですけど、そちらの方でね、販売したいと思います。一番安く手に入れる方法は、知り合いのね、電気屋さんなんかに材料屋さんにお願いしてもらってね、安く手に入れて練習するっていうのが一番いいと思います。はい、今回やったこの1番に関して、この1番のその材料ですね、はい、それを1パックにして販売したいかなと思いますので、はい、その辺でね、また興味がありましたら、ネットショップの方ですね、概要欄の方に、貼っておきますので、そちらの方もね、覗いてみてください。ではね、まあ、この後ですね、Vimeoの方で、引き続きね、詳しく、説明していきたいと思いますので、またね、Vimeoの方もよろしくお願いします。はい。それでは、次回の動画でお会いしましょう。矢崎電気でした。